ニュースをお伝えします。本日の試合は仙台ライブドアフェリックスが勝ちました。勝利投手は7度のサイヤング賞を受賞したロジャー・クレメンス。オマリー監督は満面の笑みで選手たちを出迎えます。スタンドで観戦していた堀江オーナーも周りのファンと一緒に勝利を喜びました。もちろんこれはフィクションですが、登場する団体は全くの架空というわけではなく、2004年に起こったプロ野球再編問題の結末次第では十分に起こり得た世界戦の話なのです。三木谷博史率いる楽天と新規参入争いを演じて惜しくも敗れた堀江貴文率いるライブドア。堀江はなぜ球団経営に興味を持ち、どのようなチームを作ろうとしたのか、そしてなぜ楽天との争いに勝つことができなかったのか、今回は彼らの視点から球界再編問題を紐解いていきましょう。そもそもこの騒動の発端となったのは、今は亡き伊手前魂近鉄バファローズ、現在の京セラドームを本拠地として活動し、300勝投手の鈴木啓司、日本人メジャーリーガーのパイオニアである野茂英雄など数多くの名選手を輩出した歴史ある球団でしたが、とにかく貧乏でケチということで有名でした。例えば優勝旅行は選手の家族の旅費も球団が負担することが通例ですが、近鉄は奥さんのみ球団負担で子供は自腹という節約ぶりを発揮。しかも奥さんのみ自腹という制度を生かすために駆け込み結婚が横行して、半ば新婚旅行と化したという落ち葉でついているほどです。球団も優勝旅行に経費を要したことを後悔したのか、後に選手との契約交渉の席で熾烈な優勝争いをして2位に終わるのが一番と暴言を吐いたこともあったそうです。これは優勝争いをするために観客数が増えて収入は増えるが、優勝は逃しているため優勝旅行もなければ年俸はそこまで上げなくてもいいというドケチ精神全開の発言なのです。このように近鉄の貧乏爆笑エピソードは数多く存在しますが、時代が進んで2003年3月期になると親会社である近畿日本鉄道が抱えていた有利子負債は1兆円を超え、お笑いでは済まされない状態となっていたのでした。そのため取引銀行からも経営再建案の策定と実施を迫られ、リストラや子会社の売却など徹底したコストカットを断行。この再建案の議題の中に近鉄バファローズ問題も含まれていたのです。というのもバブル期あたりから選手の年俸がハイパーインフレを起こし球団経営を圧迫。数字で見てみると、世界の王ですら推定最高年俸は1980年の8160万円でしたが、86年に2年連続で三冠王を獲得したロッテ落合が初の1億円プレイヤーとなると、92年には3億円に到達。そこからは93年に FA 制度が始まり、トップ選手の戦闘力はさらに強化されると、再編問題の前年となる2003年には伊手前打線の中核を担う中村典弘が推定5億円、ローズは推定 3.6 億円に達し、ローズに関してはこれでも引き止めに失敗して巨人に流出を許すほど選手の価値が大幅に向上した時代だったのです。一方で高騰する年俸に比例して収益も伸びればいいのですが、当時のプロ野球はセリーグ、中でも巨人に人気が集中しており、交流戦がない当時は巨人との試合が行えなかったパリーグ全6球団が赤字というありさまでした。そこで2004年1月に近鉄の命名権を売り出す構想を発表しますが、他球団からの猛反発を受けてわずか1週間で計画を撤回。実はこの時の命名権の販売先が某大手消費者金融であったため、野球界のイメージ低下を危惧した他球団のオーナー陣によって潰されたという裏事情があったようです。このように近鉄球団の不採算問題に関しては何の解決策も取られないまま2004年シーズンが開幕。ついに近鉄本社は球団の売却と清算の検討に入りましたが、この噂を聞きつけたオリックスブルーウェーブの宮内義彦オーナーが両球団の合併案を持ちかけるのでした。宮内の意図は2つあるとされていて、1つ目は同じリーグの問題として知らん顔はできず、プロ野球チームの解散という形だけは避けたかったという考え。もう1つは関西を本拠地とする2球団が合併することで両チームのファンを一気に取り込むことができて収益も改善するというものでした。近鉄としてもこの提案は渡りに船で水面下で交渉が進められるのですが、6月13日に日本経済新聞がこの事実をスクープして世間に激震が走ります。その日のうちにあっさりと近鉄とオリックスの双方が事実を認め、およそ1週間後に開催されたプロ野球実行委員会にて他の10球団から合併の了承を取り付けます。ただでさえ寝耳に水だったのに、あまりにも早く進んでいく展開に選手やファンは困惑。野球選手で構成される労働組合、日本プロ野球選手会も議論が十分尽くされていないにもかかわらず、球団数減少やむなしとのムードが作られている。本当に近鉄の買い手はいなかったのかと合併ありきの流れに難色を示しました。しかしこの事態を聞きつけたある会社が買収に名乗りを上げます。そう、その会社こそが堀江貴文が率いて急速に力を伸ばしていた IT 企業株式会社ライブドアでした。今でこそ堀江は有名人ですが、この時点で彼を知る人は業界関係者くらいで、知名度は決して高くありませんでした。そのため
ため世間からは、堀江とは何者だ、ライブドアって何の会社だ、近鉄の運命は、など不安と期待の声がささやかれ、もはやドラマの世界かと言いたくなるような波乱だらけの展開が繰り広げられました。ここからは時計の針を戻して、球界再編問題以前の堀江貴文とライブドアの半生を説明しましょう。1972年、福岡県に生まれた堀江は子供の頃から頭脳明晰で、地元の名門校である久留米大学附設中学校高等学校に入学しました。しかし中学生となった堀江青年はガリ勉というわけではなく、中高一貫で高校まではエスカレーターで上がれるのに、中学で勉強する必要はない、勉強は大学受験が迫る高校3年生からで十分、それまでは自分がやりたいことに打ち込めばいいと、今日のような堀江門思考が確立されており、試験勉強を頑張る周囲を見下しながら趣味のコンピューターに没頭する日々を過ごします。そのためテストの順位は低迷しますが、本人の言葉通り高3になると進路を考え始めます。ここで周囲はいい大学に行っていい会社に就職してという考えで必死に受験勉強に励むのですが、そういう生き方は幸せそうじゃないと、またしても世間標準とは価値観が合わない事実に直面し、居心地の悪さを覚えます。そこで東京に行けばすごいやつに出会えるのではないかと考えた堀江は、絶対に親に反対されないからという理由で東京大学を志望。高3になってからようやく猛勉強を始めて、見事に現役合格してしまうという凡人にはできない離れ技をやってのけます。しかし東京大学に入学しても、周りは世間体に流されて一流企業や官僚を目指す人ばかりで、理想とは程遠いキャンパスライフを過ごす羽目になったそうです。そのため授業そっちのけで趣味のパソコンを生かしたバイトに手を出したところ、普及し始めていたインターネットと触れ合えて、堀江の価値観と共鳴できるような人たちとの出会いも増えたことで、自分の生きる道を IT 業界に見出すに至りました。そして96年4月に有限会社オンザエッジを設立して大学を中退。そこからは IT バブルの波にも乗って、2000年4月に東証マザーズに上場して、2002年には経営破綻した旧ライブドア社を買収します。そしてこの当時はオンザエッジよりもライブドアの方が業界でのブランド力があったため、堀江は本体の社名自体をライブドアへ変更するのでした。自分で立ち上げた会社の名前をあっけなく買収した企業名に変えてしまうあたりも堀江門らしいですが、その後2003年9月期には売上108億円、営業利益14億円を誇る規模にまで急成長を遂げて、世間の認知度は低かったものの、業界での地位を着実に上げていくのでした。そんなイケイケの堀江のもとに2004年2月証券会社からある話が持ちかけられるわけですが、それこそが近鉄球団の買収で、必要金額は30億円。もちろん庶民にとって30億円というと途方もない金額ですが、これを聞いた堀江は安と感じたそうです。ではなぜ堀江は赤字垂れ流し状態の近鉄球団の30億円を安いと感じたのでしょうか。そこには大きく3つの根拠がありました。まず1つ目は福岡ダイエーホークスの存在でした。福岡出身の堀江はダイエーが福岡で熱狂的な人気を誇っていた様子を地元の知人から直接聞いていました。特にダイエーが福岡で愛された理由として、福岡のテレビ局が持ち回りで全試合を放送するなど、地元の業界と連携して地域密着型の経営努力を行っていたことが挙げられます。しかし他のパリーグ球団の経営努力は不十分だと見ていた堀江は、工夫次第でファンの獲得は可能だと見込んでいたのです。今でこそ各球団は地域色を前面に出して地元のファン獲得に専念していますが、堀江にはこの時すでに20年後のプロ野球の姿が見えていたということでしょう。次に堀江が近鉄買収に乗り気だった理由は、技術革新による時代の変化です。当時はインターネット、携帯電話、メールが爆発的に普及し始めた時期で、人々の生活様式が急激に変化していました。例えばメールがなかった時代に知人と球場へ行くためには、事前に家の固定電話でアポを取って集合場所と時間を決めるという面倒な作業が必要でした。しかしメールが普及すれば、試合当日でもこれから野球でも見に行かないと気軽に連絡が取れるようになるため、人の流れが変わり観客数が増えることを見越していたのです。したがってこれらの技術を活用し経営努力も行うことで、十分に独立しても採算が取れる球団経営が可能だと呼んでいたのです。実際にコロナ禍直前の2019年のパリーグ球団の決算を見てみると、結果を公表した5球団中4球団が黒字で、唯一赤字の楽天もその額は軽微でしたので、これもまた堀江門の見立て通りとなりました。そして堀江が近鉄買収を切望した最後の理由は、プロモーション効果です。通常は企業名や商品を広めるために膨大な広告費を計上する必要があります。しかしプロ野球のチームに社名をつけることができれば、1年中ニュースや新聞でサブリミナル的に報じられるだけではなく、人々の日常会話でも口にされることとなります。実際にこの数年後に株式会社 DeNA がベイスターズの親会社としてプロ野球界に参入して、その知名度を上げることに成功しており、将来的な独立採算が見込めて、しかも強烈なプロモーション効果があるという、まさに一石二鳥のビジネスチャンスだった。
ったのです。これも年商100億超えの会社が30億円で手にできるわけですから、堀江にとっては千載一遇の大チャンスだったわけですが、この話は証券会社が独断でライブドアへ持ちかけたものであったため、堀江が前向きな回答を示すものの近鉄が拒否して交渉は決裂。堀江は2004年シーズン終了後に改めて交渉を再開する予定だったのですが、先ほど紹介した通り6月にオリックスとの合併話が報じられると、堀江も急遽会見を開き近鉄買収の意思を表明したのでした。会見で堀江は球界に一石を投げようとしている、球団を買いたい人はたくさんいる、経営も十分にできてお金もある、会社の立て直しもできるというのに断られる理由がわからない、新規参入の阻害ではないかと訴えると、普通であればスーツで記者会見に臨むはずが黒の T シャツと綿パンというラフな格好でカメラの前に姿を現したことで、その風貌にも注目が集まりました。しかし野球ファンにとってこの型破りな言動が球体依然とした野球界に風穴を開けるとして好意的に受け取られ、堀江は一躍時の人となります。これで近鉄が経営不振で球団を手放すというならしょうがない、でも代わりに球団を買いたいという人が現れたのだから買わせればいい、球団消滅はありえないという非常に明朗な言い分がファンや選手側にできたわけです。そして7月4日に大阪ドームで行われた近鉄戦を堀江が観戦に訪れると、その事実が試合中の球場に知れ渡り、試合中盤には堀江コールが巻き起こるほどの事態に。試合後には近鉄グッズを身にまとった堀江が自然と集まった約1000人を前にして、覚醒器で渡辺さんも宮内さんも一度試合に来れば合併させる気持ちにならないはずなどと主張し、ファンの期待と声援は最高潮に達します。このように近鉄を取り巻く環境は刻一刻と変わっていきましたが、オーナー陣の意思は全く揺らぎませんでした。先ほどもお伝えした通り、ファンはライブドアが近鉄を買収することによる球団維持を求めましたが、オーナー陣はその流れに逆行するとんでもないプランをぶち上げてきます。それは1リーグ制10球団構想。7月7日のオーナー会議に出席した西武ライオンズの堤義明オーナーは記者会見で、西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、北海道日本ハムファイターズ、福岡ダイエーホークスの4球団間で新たな合併を模索しているという爆弾発言を投下。しかしこれにはオーナー全員の足並みが揃っているというわけではなく、この1リーグ構想にロッテのオーナーは賛同するも、広島、阪神、中日のオーナーは2リーグ制維持を主張しました。対極的には西は2リーグ制維持、パーは1リーグ制移行という構図となっていて、これは巨人との兼ね合いが強いと推測されます。なぜならセリーグ球団としては1リーグ制はドル箱だった巨人戦の減少を意味し、これは放映権料の減少に直結してしまうため都合の良い話ではありませんでした。一方パリーグ球団にとっては1リーグ制で巨人戦が行われれば巨額の放映権料を手に入れることができるというメリットがあるため、経営的目線でも非常に好ましい状況だったのです。そこで気になるのは巨人の渡辺恒雄オーナーの見解ですが、仮にパリーグが4チームになった場合は巨人のパリーグへの移籍も視野に入れるというアクロバティックな案を披露してさらに波乱を生みました。実は渡辺は以前から1リーグ制推進派だったのですが、他のセリーグ球団からの強い反発で頓挫した過去があります。そこでこの機会にセリーグ5球団への復讐とパリーグの救済という意味を込めて巨人のパリーグ移籍という飛び道具を取り出してきたと考えられます。この渡辺案を聞いたセリーグ側は一斉に反発しましたが、パリーグ側は1リーグが認められないならそれも一つの案として評価する声が多く出ました。結局これも巨人戦の収益なしでは存立し得ないセリーグ球団と、巨人戦さえあれば大丈夫というパリーグの腹の内を推察すれば整合性の取れる反応と言えます。ここまでお聞きいただいて感じている方もいらっしゃるでしょうが、オーナー陣の議論の中にファン目線や野球の発展という視点は一切見られず、お金の話しか見えてきません。経営者である以上は従業員の雇用を守るという責務があるため、ビジネスライクな考えになってしまうことを頭ごなしに非難することはできませんが、国民的スポーツを通常の企業活動と同列に扱うようなやり方にファンや選手たちのフラストレーションはたまる一方でした。そんな中、当時の選手会会長だったヤクルトの古田敦也がオーナー陣の勝手な議論に待ったをかけるべく直接対話の機会を打診します。そしてこの古田の意向を報道陣を通じて知った渡辺オーナーが伝説の名言を口にしてしまいます。無礼なこと言うな、部をわきまえなきゃいかんよ、高賀選手がと、いわゆる高賀選手が発言は選手やファンの怒りの火に油を注ぐこととなってしまい、事態は完全に泥沼化。そして渡辺オーナーにこの出現の罰が当たったのか、これから約1ヶ月後に巨人がドラフトの目玉だった市場康弘に規則違反となる多額の現金を与えていたことが発覚します。この事件は通称市場事件と呼ばれ、不祥事の責任を取って渡辺オーナーが辞任するというまさかの展開が訪れたのです。偶然のタイミングだと思いますが、球界再編問題の根本原因は選手の年俸高騰による収益の悪化、そして渡辺オーナー失脚
却の原因は年俸高騰化に拍車をかける違反行為という因果応報のような状況を迎えたのでした。このようにして球界のドン渡辺が表舞台から姿を消すこととなったわけですが、状況は大きく変わらず、この頃になると政界や経済界をも巻き込んだ社会問題へと発展していました。それでも選手側はオーナー陣と徹底抗戦の構えを崩さず、様々な方法で2リーグ制12球団維持のために動きます。最終的に選手会として合併の1年凍結、それが無理なら翌年からの新規参入を要求しますが、球団サイドは合併凍結は行わない、新規加盟申請の審査には時間がかかるという回答を続け、議論は平行線をたどりました。話し合いはギリギリまで続きましたが、9月17日の8時半頃に交渉決裂、21時頃から選手会が記者会見を開き、ついにあの宣言が行われます。ストライキ決行。書き入れ時の土日にあたる9月18日と19日の2日間、セッパ全チームの試合がストライキによって中止。この経緯を説明するために古田はテレビ局をはしごして様々なスポーツ番組に生出演しますが、その中でファンからの意見として古田を応援する意見や体を気遣う声が相次ぎ、古田は思わず涙を流します。これでもともと古田や選手会に同情的だった世論はさらにヒートアップ。ストライキは大多数のファンから支持される一方で、オーナー陣への風当たりは100年に一度の超大型台風並みに強烈なものへとなっていきました。そんなストライキの直後に行われた9月23日のオーナーと選手会との協議で状況が一変。なんとオーナー側が態度を軟化させて翌年からの新規参入を容認し、2リーグ制12球団維持を表明したのでした。古田は当時を振り返り、ストライキ明けの交渉ではガラッと変わっていました。なんで変わったかというと、やっぱりファンの声だと思いますと語りました。またそれまで強気だった球団側も、これ以上のバッシングは企業イメージの低下につながりかねないことを恐れて、ファンや選手の意見に耳を傾けたのだと考えられます。残念ながらこの時に近鉄球団の消滅は確定してしまったわけですが、翌年の新規参入が規定路線となり、ホリエモン球団誕生へのレールが敷かれ始めました。ちなみにこれらの騒動の裏側で、ホリエは大阪ドームで試合を観戦した後、近鉄買収を基本線としながらも事態が一向に進まない中で、ストライキが起こる1ヶ月以上前の8月5日時点で、近鉄が買収に応じずオリックスと合併した場合、新球団を作って参入すると表明していました。そのためストライキ直前の9月14日にはライブドアの完全子会社として、プロ野球の球団運営会社ライブドアベースボールを設立し、新球団創設のための準備を着々と進めました。そしてストライキを経て近鉄の消滅が避けられず、新規参入への道が開けると、新球団設立に向けて動き出すこととなったのでした。決めなければならないことは山のようにありますが、まずは本拠地決めです。仙台の他に長野、高松、静岡、沖縄などが候補に上がっていましたが、収益性や交通の便を考慮して仙台に決定。次は球団名ですが、いかにも IT 企業らしくインターネットでアイデアを公募します。しかし真面目な名前が出る一方で、オリエモン古田と鉄人兵団、浦和レッズ、阪神タイガース、売名行為など大喜利というか嵐のような書き込みが横行して盛り上がる一幕もありつつ、最終的には不死鳥を意味する仙台ライブドアフェニックスという名前に決定しました。この裏で人事にも着手していて、監督の人選も進めていましたが、実はある超大御所が堀江に接触を求めていたのです。それはノムさんで愛され、ヤクルトの黄金時代を作り上げた男、野村克也でした。南海、ヤクルト、阪神の監督を歴任し、すでに名将として高い手腕が評価されていましたが、この時はプロではなく社会人野球シダックスの監督を務めていました。しかし幸男夫人から野村克也をもう一度プロの世界へ復帰させてほしいとの強い要望があり、堀江と野村は高級ホテルで会談を行ったそうです。堀江はこの時の野村の印象を、世の中の人は地上だったりすごく頭のいい監督とおっしゃっているんですけど、そういった世間の評価レベルの話ではなくて、めちゃめちゃ頭がいいと語っており、普段の辛口とは正反対に最大級の褒め言葉を並び立てています。しかしライブドア球団はフレッシュさを重視して、阪神やヤクルトで活躍したトーマス・オマリーを新監督と決めていたため、野村との交渉は破談に終わりました。ちなみに野村が亡くなった1週間後に書籍化に向けた2人の対談が予定されていたそうで、2人が当時をどのように振り返るのか、この対談が幻となってしまったことは残念でなりません。また六本木ヒルズの堀江の元をメジャー通算354勝、サイヤング賞7度受賞の実績を誇る伝説の投手が訪れていました、ロジャー・クレメンス。なんとライブドアが新規参入を果たしたら契約するという約束を取り交わしていたのです。もしこれが実現したら、サイヤング賞1度受賞のトレバー・バウアーの NPB 移籍よりもインパクトのある出来事になっており、堀江の影響力の高さが垣間見える話ですね。このように新球団ライブドア・フェニックスの形が少しずつ見え始め、あとは正式に参入を承認してもらうだけかと思われていましたが、とんでもないライバルが堀江の前に現れることとなります。
ライブドアが近鉄買収を表明してから2ヶ月半後、そしてストライキが起こる3日前となる9月15日、ついに楽天を率いる三木谷社長が新規参入を表明し、球界再編問題へ参戦してきました。そしてライブドアが仙台を本拠地にすると決定してから2週間後となる9月22日では、楽天も仙台をホームにすることを発表し、24日には NPB へ正式に加盟を申請。この時はすでにストライキ後の協議で、近鉄消滅と新規参入容認が決まっていたため、それ以降の焦点は新規参入を果たすのはライブドアか楽天かという点に絞られていきます。この競合について三木谷は、早い者勝ちではないと思う、宮城仙台の皆さんで判断してほしいとコメントすると、一方の堀江は、地元側と球団設立の準備をしており、信頼関係を継続してくれると信じていると、互いに一歩も譲らぬ姿勢を見せて、いよいよ球界再編問題は佳境を迎えることとなります。そして10月に入ると、 NPB によるライブドアと楽天への公開審査会が行われました。ここでは球団の経営計画、両社の財務状況や事業内容などが問われたわけですが、大きなポイントは2つでした。1つ目は財務状況で、両社の総資産、売上高、経営利益を比較すると全て楽天の圧勝で、赤字に耐える体力があると判断されました。2つ目は事業内容についてで、特にライブドア側のアダルトサイトへの接続規制の緩さは問題視されました。これに対してライブドアは、サイトは道路や広場を提供しているので何をしているかは監視できないとした一方で、楽天は本人確認はクレジットカードなど年齢確認が明確なものを使って厳正にやっており、青少年には利用できないようにしていると説明。この公開審査会では楽天に部があるように見えますが、世間では早くから手を挙げていたライブドアを支持する意見が根強くあり、様々な思いが交差する中で、あとは NPB の最終決定を待つばかりとなりました。そして11月2日に行われた運命のオーナー会議、とっくにネタバレしていると思いますが、ここで楽天に新規参入権が認められ、東北楽天ゴールデンイーグルスが誕生。楽天の新規参入表明も、仙台を本拠地にすることも、ライブドアの動向を見てからの後出しじゃんけん感は否めず、多くのファンから堀江に同情的な視線が向けられますが、とにもかくにも仙台ライブドアフェニックスは幻の球団となってしまいました。ちなみにライブドアが楽天に敗れた公式な理由は先ほど紹介した通りですが、堀江は全く異なる要因が決定打だったと語っています。それは球界のドン渡辺オーナーへの挨拶だったらしく、もともと堀江は世間体や風貌を気にしなかったことから、本質を極めるのに雰囲気はいらない、事前の挨拶とかくだらねえという持論の持ち主でしたが、今回の件ではこれが逆効果に。プロ野球界のオーナー陣と堀江のこの考えは水と油のようなもので、特に渡辺オーナーは事前に挨拶へ訪れなかったことに強烈な嫌悪感を覚えたようです。一方の三木谷は、この情報を事前につかむと、渡辺をはじめとする関係者にしっかりと根回しをした上で参戦を表明したとのことです。渡辺は市場事件で失脚していたものの、残ったオーナー陣も彼の意向に歯向かうことができず、楽天との公開審査会は出来レースだったというのが堀江の主張で、あの時ちゃんと挨拶しとけばよかったと反省の弁を述べています。このようにライブドアフェニックス設立の夢を果たせなかった堀江ですが、その後も世間をあっと驚かせるようなことを連発。フジテレビ買収騒動、参議院選挙出馬、そして逮捕と、近鉄の買収を表明してから逮捕に至るまでの期間はわずか1年半ほどしかなく、ジェットコースターのような激動の日々を送ります。そして刑期を終えて出所した後は、実業家として音楽ユニットを結成したり、学校を開校したり、宇宙ロケットの開発など多方面で活躍を見せています。このように野球とは縁遠い分野で活躍を続けた堀江でしたが、2021年に突如として福岡北九州フェニックスという名前の野球チームを設立して、独立リーグの九州アジアリーグへの参入を表明。名前の通り、不死鳥のごとく18年の時を経て、野球界にホリエモン球団が誕生することとなったのです。結局堀江は NPB 入りを果たせませんでしたが、近鉄消滅報道の直後に彼が手を挙げたことが、球団を買いたいという企業があるのになぜ球団数削減ありきなんだとオーナー陣に抵抗する強い力となったことは間違いありません。堀江、古田、そしてファンが必死に戦って残してくれたプロ野球、新たな世代でも野球界を盛り上げて、今の子供たちにバトンを渡していきたいですね。では